こんにちは。今日はですね、購入品、最近買ったものを、開封したりとか、まあ開封してるものももうあるんですけど、動画で出してないものとかも何点かあったので、ちょっとね、最近自分のこうプロダクトの、紹介とかが多かったので、実際自分が買い物したものとかをね、あげる機会が少なかったので、少し溜まってますので、ウェア編と、小物シューズで、動画2本に分けようと思います。今日はウェアからやっていこうかなと思うんですけれども、まあ、購入したタイミングのねテンションも思い出しながらやっていこうかなと思います。はい、じゃあ早速1点目。1点目はねデニムパンツになります。これ古着なんですけど、最近ね動画でも少し話してるんですけど、色落ち加減というか、最近こう自分が好んで履いてるのが、今もそうなんですけど、あまりこうヒゲとかしっかり出てない、割とのっぺりした感じの色落ちのデニムが好きで、まあ、いわゆるヴィンテージデニムって言われるようなので、好まれる色落ちとは別の、なんなら安くなってるような、そんな年代とかもめちゃくちゃ古いわけでもないし、まあ、90年代ぐらいのものであれば色落ち結構ね薄くなってるものが多いかなと思うんですけど、まあさほどその年代だったりとかそういうことにこだわらずっていうところの選び方で、このねディッキーズのデニムパンツのダブルニーのタイプですね。まあペインターっていうディテールになるのかちょっと曖昧な感じですけど、まあこのサイドのねポケットがついてたりとか、まあ、ワーク感のより強いものになってます。で、色落ちもさっき言ったようなそんなヒゲがしっかり出てるっていう感じではないんですけど、まあ少しグラデーションがついてるような感じで、この個体はですね膝がめちゃくちゃ色がね剥げてるんですよね。で、まあ、ダブルニーなんで表面のデニムはちょっともう破れたりもしてて、中のデニムが見えたりもしててっていうところで、まあ古着屋さんからしたらそんなにこう高く値がつけれるようなものではないですね。ディッキーズですし、まあ色落ちの加減とかもね、あんまりかっこいい色落ちではない。なんかこの本当にリアルに使ってる感じというか、この膝だけ落ちちゃってる感じとか、このブサイク加減がね、なんかね、良くて。まあこのね、ダブルニーのシルエットも好きですし、丈もそんな長くないのがあったので、購入してきました。もう5、6000円ぐらいだったかなと思います。まあ、これディッキーズとか、カーハートとか、あの辺のデニムパンツは、まあ人気があるわけじゃないんですけど、まあちょこちょこね、古着屋さんとかであったりとか、ネットでも見つかるとは思うんですけど、まあわざわざ狙った個体を、探すっていうのは、ちょっと面倒な、部類かなと思います。ただなんかこの雰囲気というか、今も履いてるこのね、ディッキーズの感じとかも、なんか、うん、今ちょっと自分が履くにはちょうどいい気分。まあ、その部分あってこのねディッキーズを購入してきました。ヘンリー履いてみました。この感じ、まあなんてことないデニムで、まあ、この辺りのワーク系のパンツだとシルエットがストンと落ちるような太めのシルエットにはなるんですけど、まあなんかワイドパンツほど太くなく、最近このぐらいの太さのねパンツがすごく履きやすくて、まあデニムとか特にあんまダボダボせずに、ただまあ細身すぎずみたいな、まあデッキーズカーハートだとやっぱりデニムよりも、チノパン的なワークパンツの方が人気かなとは思うんですけど、デニムっていう選択肢もまあさほど値段も高くないですし、まあ、ゴリゴリヴィンテージ好きですよみたいな感じまで出ない合わせやすさがあるかなと思います。自分でもこう色落ちの加減とかやっぱりブームがあって、やっぱりしっかりねヒゲの入ったかっこいい色落ちのデニムが履きたい時もありますし、今は割とこのペリカンのデニムが好みかなといった感じなので、そういうのを割と、ちょこちょこ古着で探してます。まあそれこそ高くなってないので、割とサイズとか合えば買い出していってるような感じです。1点目は、ディッキーズのダブルニーのタイプのねデニムパンツでした。でお次は、こ
ちらです。総柄というか、ヴィンテージラグのねパンツになります。もうほんとラグをそのままパンツにしてるので、割とこう裏目はザラッとしてたりとかね、表面の生地感はモコモコっとラグになってます。まあ、なんかラグを使った、カスタムとか、そういうのもたまにあったりするんですけども、これはもう丸々、ラグだけで、作ってあります。まあ、デザイン自体はめちゃくちゃシンプルな、パンツで、ポケットもねもうヒップポケット片方だけみたいな、イージーパンツみたいなゴムの入ってるパンツになるんですけど、まあ、こういうの古着でね、とかカスタムとか、そういうのでたまにあったりして、まあ好みの柄とかがあれば欲しいなと思ってたんですけど、まあ、いわゆる、ラグっていう感じの柄のものが多かったりしたので、これはねあんまりこうなんかお決まりのパターンっていうよりは本当にこう絵画的な柄のものだったので、やっぱ派手なんですけど色も使ってますしね、たくさん。ただまあ全体のトーンが落ち着いてるので、ちょっと履いてみたいなと思って購入しました。これはねまあまあ値段したんですけど、まあデニムとかで言えば色落ちとかもね、その時の出会いだったりもするんですけど、こういうのの方が特にやっぱ一点物というか、同じ柄同じパンツに合うことがもうないので、ちょっと値段的には迷ったんですけど、買ってしまいという感じで買ってきました。ちょっと履いてみましょう。はい、履いてみるとこんな感じです。これに関しては結構太さがありますね。割としっかりワイドデニム感が出るような感じなので、まあこういう素材で細いとね結構しんどいかなとは思うので、本当にまあラフなパンツとしてイージーパンツ的な履き方はすごく履きやすいかなと思います。まあただやっぱりこう作りがあっさりしてるというか、ポケットがないっていうのはねすごく違和感があるというか、ちょっとした鍵とかねそういうのね入れたりできないんですけど、まあ秋冬になればジャケットとかにねポケットがあるので、そっちで賄おうかなと思ってます。あとはまあやっぱりこの雰囲気ですね。秋冬とかは割とこう全体的にねカラーが重くなったりしやすいし、まあそれこそ革ジャンとか着た時にハードなイメージになりやすかったりするんですけど、まあこういうの履くとすごく抜け感が出るかなと思います。ちょっと革ジャン着てみましょうかね。まあこういうワイド感だったりとか柄物だったりするとまたね少しカジュアル感が出て、まあいわゆる革ジャンコーデみたいな感じからはちょっとね、違う楽しみもできるんじゃないかなと思ってます。やっぱりさっきの映像みたいにこう物だけ見るとすごく派手なんですけど、履いてしまえばねどうってことないと思いますけどね。なんか自分はまあ派手なものは割と慣れてるので何とも思わないですけど、こういうね柄のパンツもいいんじゃないでしょうか。2点目はラグパンツでした。で今度3点目、3点目でこれはねまだ開封してないんですけど、以前もね購入品の動画で出てきたこのオッドナンバーズでまたねお買い物してきました。こちらは、パンツとストールを買ってきました。でまあストールはその次の動画小物編でやろうかなと思ったんですけど、これまあまだ未開封で開けちゃうと一緒に出てくるんで、このストールもね一緒にやっていきたいと思います。まずパンツからいきましょうかね。パンツがこちらです。これはね古着、まあデッドストックですけど、フランス軍のねマリンパンツになります。まあセーラーパンツというかね。でこれは割と、ね、白が多くとかネイビーとかもあるのかな、なんか他のカラーは見たことがあるんですけど、このねこのね綿の柄の入ったきなりのパターンをあんまり見たことなくて、それが1点あったので購入してきました。まあ、このパンツはですね以前紹介した月のタイプ3のデニム、あれの元になってる形ですね。なんでこう前のねこのフラップをバラッと開けて、でさらにこのフロントのボタンも外してバラバラッと
なる、オーバーパンツ的な感じなんですかね。でもこのストンとワイドに落ちる感じとか、このフロントの仕様だったりとか、すごくこう特徴的でかっこいいパンツで、まあ、月のタイプ3で割とこうデニム気に入ってるので、そんな他のカラー欲しいっていうのはなかったんですけど、まあ、真っ白のパンツはちょっとね難しいかなと思ってて、でこのきなりだったら履けるかなと思って、履いてみたらねすごく良かったので購入してきました。履いてみたいと思います。まあ、こうやって履くとねクリーム色のトラウザーみたいに見えるんですけど、まあ、ほんと太めのストレートで、でまだこれはデッドストックでねちょっとノリが乗ってるようなコットンなので、割とパリッとしたね感じなんですけど、洗っていくとまた風合いがね出てくるかなと思います。なんとなくまあこのねプレスが残ってる状態で若干きれいめにね履きたいなと思ってるんですけど、まあおいおいねいきなりのいい雰囲気が洗濯で出てくるといいなとも思いながら、で今回のものはねこのサイドアジャスターがついてるもので、あったりなかったりするみたいなんですけど、このパンツはベルトループがないので、割とこのサイドアジャスターがあるなしって結構でかくて、まあ裾は一回折ってるんですけど、まあそれ込みで、割と自分の履きやすい感じまで、調整できるかなと感じです。まあ、何回かこういうきなり系のねパンツ買ってるんですけど、すごく、好きでね履いてて、これもまだ若干この張りのある感じをね楽しもうと思って、でサイズ的にも、まあ、このパンツのギミック的にもすごくこう好きな形なので、自分に合うちょうどのサイズがあって良かったなと思います。まあ、これも本当なんか探してっていうよりは本当たまたまお店に行って見つけたっていう感じだったので、こう白に近いカラーのパンツを探してたってわけじゃないんですけど、すごくねいい出会いだったかなと思います。で、一緒に購入したこちらのスカーフは結構ね薄手のものです。若干透け感があるぐらいのウールなんですけど、あんまこうチクチクする感じというよりはウール100なんですけど、朝っぽい雰囲気というかザラッとした感じがあって、首に巻いてもねすごくストレスないかなと思って、あとはなんかこの柄の感じがすごくね良くて、なんか似たような、まあもちろんこういう柄のもの多いんですけど、なんかその中でもすごくこう色の使い方とか柄の雰囲気が上品だなと思って、でこれは僕全然知らないんですけど、スウェーデンのブランドでアマンダ・クリステンセンっていうところですかね、結構古い、1885って書いてあるので、それぐらい昔のブランドなんでしょうかね。まあ、スウェーデンのブランドなんですけど、イタリア製のストールになってます。まあ、こういうのもね今までちょこちょこ買ってるとは思うんですけど、なんかそこまで着用頻度高くないような気がしてて、でもなーって思ってたんですけど、なんかそういうイメージを持ってる僕でもなんかいいなと思った柄だったので、なんか本当に、凝った巻き方とかせずストーンとね前に垂らすだけでジャケットの下とかにねしてもいいかなと思って購入しました。まあ、本当ジャケットじゃなくても襟とかがないものの方がすっきりしてね、まあ、スウェットとかそういうのにしてもいいかなとも思いますし、革ジャンとかねこういうデニムジャケットの中にしてもいいかなと思います。まあ今の時期はまだちょっと暑いですけど、まあ、薄手なので防寒っていうよりは本当にもうアクセサリー的な使い方をしていこうかなと思っております。本当になんか肌触りのいい生地というかね、柄の感じとこの巻いた時のボリューム感とかすごくちょうどよくあって、今年こんなんしようとかってあんま思ってなかったんですけど、ちょっとつけてみた時にねすごく良かったので購入してきました。オッドナンバーズはこのストールと、このねセーラーパンツを買ってきました。では最後はこちらです。デニムジャケットです。まあいわゆる対戦
デニムジャケットですね。まあデニムジャケット、デニムもそうなんですけど、まあいろんな人がいますよね。こうヴィンテージがすごく好きな人、あと他ブランドのレプリカ系のブランド行く人、あとはまあそこまでこだわりはないけど、まあファーストタイプ、セカンドタイプ、サードタイプだったり、まあデニムジャケット他のブランドで、探したり、好みのシルエットだったりディテールだったりとかを優先する人、まあ、それこそ今僕が着てるのはナイスネスの、ジャケットなんですけど、これはトリプルプリーツブラウスがベースになってるかなっていうような感じで、ただ、結構背面のデザインだったりとかはオリジナルの、要素をかなり入れているので、まあ、いわゆるリーバイスのあれを再現しましたっていうものではないかなと思います。なんでレプリカ系のブランドだとやっぱりよりこう当時のデニムの雰囲気を再現するとか、ステッチの感じとかリベットの感じとかを、まあ、再現しましたっていうような歌い文句が多いんですけど、僕はまあこのデニムジャケットとか特になんですけど、まあこの形をまだリーバイスがやっぱり作るのであれば、まあリーバイスがいいかなと思っちゃうんですよね。まんま作っちゃうとそれはうんって思うタイプなんですよ、僕は個人的にね。まあ人それぞれ好みがあるので、そこは自由だとは思うんですけど、僕はもう、まあ、オリジナルは、まあ、現実的ではないかなと思うんで、価格的に。で、復刻とかで、まあ、自分の、まあ、いいかなと思う復刻のタイミングのものがあれば、ファーストから、サード、フォース、着てたような感じなんですけど、この対戦のね、ジャケットだけ、ずっと見つけれてなくて、今僕は、ファーストとセカンドは、バレンシア製のサイズ44で統一してて、でそれがすごく気に入ってたので、対戦もバレンシアの44が出てくれば欲しいなと思ったんですけど、やっぱりファーストセカンドと比べるとね、やっぱかなり出てくる確率が低くてですね、で出てきてもすぐ売れてしまってたりとかで、なかなかこう買うことができなかったんですけど、本当自分が見たタイミングで出てきて、まあ正直相場よりちょっと高かったです、えって思ったんですけど、でももう、まあ、ジャストサイズ44でね、やっぱりあんま出てこないね、日本ではやっぱ38から40、まあ、38、40あたりが多いですかね。なんで僕はちょっとこうゆったりめに着丈をねキープしたいので、44でっていうところでかなり頑張って買いました。1個したので42は半額以下ぐらいで見つけれてたんですけど、それでもやっぱりサイズが違うのは違うかと思って、粘って44が出てきたので購入しました。はい、44サイズでこれぐらいの感じです。まあこれぐらいのサイズ着てようやく着丈がちょうどいいかなっていった感じで、まあファーストに関してはやっぱり生地がねそんなに分厚くはないので、少し大きめ選んでも馴染んだ落ち方してくれるかなと思います。だからまああんまりにも見つからなかったんで、もう本当に僕もねレプリカ系のブランド行こうかなと思ってたんですよ。ウェアハウスとかにしてもいいかなと思ってたんですけど、まあファーストとセカンドなんとなくバレンシア製の同じサイズで揃えてたので、なんかどうしてもねそこを揃えたくなってて、割と最近の話だとS506WXE っていうタイプのね、46サイズのティーバッグの、ジャケットが506着限定だったかな。ただまあ二次流通でもすごい値段になってますし、まあそのティーバッグだからといって無理にサイズアップする必要はないかなと思ってたので、まあ、最近だとヒューマンメイドがね、刺繍入りですけどね、後ろにこう刺繍は入ってるんですけど、4つボタンの対戦ベースでコラボという形で出してたので、それもまあかっこいいかなと思ってて、そんなんでもいいかなとも思ってたんですけど、まあ、それもなかなか自分のサイズがスッと出てこなくてっていう時だったので、正直まあとりあえずは、まあ、少し高かったけど、でもこれを買ってしまえばある程度こう自分の
こうリーバイスのデニムジャケットっていうのに関しては一旦こう収まるかなと思ったので、まああとはちゃんと、手持ちのものを着て自分でね、色をつけていきたいなと思ってます。あとはだから無理にレプリカとかですごく こだわったところっていうよりは、さっきのナイスネスのジャケットみたいに、まあそのベースがファーストだったりセカンドだったりはあるかもしれないけど、そのブランドのオリジナルのディテールがはっきり出てるようなデザインでかっこいいものがあればまた欲しいかなとは思うと思うんですけど、一旦このベーシックな感じの、デニムジャケット、ファースト対戦セカンド、僕サードはちょっと飛ばしてるんですけど、そのフォースって言われるようなちょっと着丈がね、長いバージョンのサードですけど、それに関してはある程度自分の所有欲は満たされたかなと思います。まあもうヴィンテージを追い出したら切りないですしね、ある程度自分で、見極めが必要というか、この辺りのラインであればっていうところのね、線引きをちゃんとしとかないと本当にキリがないので、まあ僕は復刻ものですけど大満足でございます。はい、ということで、何点か紹介しました。今日はウェア編ということで、後日ね、また小物編を別にやりますので、そちらもまたご覧ください。今日もありがとうございました。